逆らったままだったらそこまでもいけないじゃない。男性に生まれたという事実をまず受け入れたくないと、これは現実じゃないと、これは幻だっていつまでも思ってても仕方ないじゃないですか。だって生まれたんだから。そのことをまず受け入れて、その受け入れた上でどうできるのか、子供を産めない性別に生まれてしまったんだよと、でもそれはもう変えられないんだよ、でもそこに逆らいたい気持ちもわかるけれども、それを受け入れて、産めない性別に生まれたけれども決してあなた生産性ないわけじゃないんだよって、周りがいろいろ言うけれども違うんだよと、受け止め方を自分で変えることはできるじゃないですか。例えばじゃあそのありのままが最悪だったら、その最悪の反対側には必ずいいことがあるんですね。そうは言ってもそう簡単には流れに乗れないと。じゃあその流れに逆らってる方に言いたいんですけれども、その流れに逆らって何がしたいの、どうしたいの、逆らってまで何がしたいんですか。人の目とかお金とか条件が何もなかったら、その上でもあなたは逆らいますかと聞きたいんですよ。そのいろいろな諸々条件とか、いろいろなもうこう呪縛とか、いろいろなことがあるから逆らってることもあると思うんですよ。